七代目昔家今松は、千葉県松戸市出身の落語家。本名、宇都の正勝。落語協会所属。出林、下田氏三番荘。門、裏梅。1965年1月、十代目、金原亭和生に入門。前座名は、小松木で、3月14日に、新宿末広亭で、同館を演じ初講座。1970年4月に、 三遊亭歌詞金原テイクサブロ立花屋竹蔵、柳屋さん八と共に二つ目昇進、七代目昔、家今松を名乗る。1981年3月に、柳屋さん、高市、五海道雲助、三遊亭円流、三遊亭歌詞二代目金原亭馬之助立花屋竹蔵と共に、新内昇進。1987年12月、 第33回国立演芸場花形若手演芸会新人賞金賞受賞演目はカサゴ春木進む話かその人とゲームかシエママツさん熊本日日新聞 h t t p s i m a m a t u n e t b u n s y o u 2 0 1 1 1 2 1 0 h t m l e r r i p i a n o f o l で新宿生広系12月下関第一焼き学今松の芝浜無事跳ねましたツイッター2020年1月20日閲覧今松師匠15年間本当にお疲れ様でしたありがとうございます